はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ガンドラがですね、新ボックスで追加されたじゃないですか。でスキルも強化きたとってなってからですね、結構ガンドラが環境の中でも立ち位置かなり上の方になってきてるなーっていう風に感じるんですよね。なので今回はガンドラをどう対策していくか、そして、どう自分の好きなデッキを、ガンドラに強くしていくかっていうところのお話をしていきたいなと思います。でちょっとね、生放送とかプレイ動画とかっていうのがなかなか出せてないんですけれども、一応ですね、今日、夕方ですね、 KC ファーストやろうと思っておりますので、まあその点などに関しまして気になる方はですね、個別のご質問なども、その時のコメントチャットで、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、まず、ガンドラなんですけど、まあどの辺が強いかっていうとですね、今流行りなのは、まあ墓地に、ガンドラモンスター3種類貯めて効果使って、フィールド墓地全部のカード除外するっていうで、除外した数かける300ポイントの攻撃力アップなので、ですね、14枚かな、除外することができればもうこいつはワンキルに届くというわけでございます。で、いくつか対策する方法としてはですね、例えば除外させないロンギナスで、だったりだとか、まあ、そもそも出させないだったりだとか、墓地に触っていくとかいろいろあるんですけれども、まあ、ちょっと一つずつ話していきたいなと思います。まずですね、これあんまり現実的なメタじゃないかもしれないんですけど、一応ね、ファントムナイツと、あとガンドラ、この辺を見るんだったらロンギヌスって強いんですよ。なので、ロンギヌスっていうのは使いづらいけれども、一応パワーは高いカードじゃないかなというふうに思います、今現在ね。ロンギヌス投げると、おそらく、まあ、俺試してないんだけど、ガンドラが効果、使ってライフを、半分にするだけ払って、で、結果何も起きないっていうことが起きるんじゃないかなと思います。まあ、あとはレビオニアもですね、1枚で対策することができる、手札誘発でございますので、これを止めるのはなかなか難しいかなと思います。ただまあ問題としましては、ロンギヌスと相性が良く、かつ、回収もできたテーマっていうと、やっぱサンダードラゴンとかあると思うんですよね。魂のカードとかでサーチできる、こいつ、合計の攻守のステータス4000なんですけど、まあそれがサンダードラゴンがちょっとなーって使いづらくなっちゃってるよなーっていったところとか、まあ諸々の事情がありましてですね。で、まあロンギヌス現実的に入れやすいデッキっていうと、ちょっとパッとは頭に浮かんでこないですね。なんで環境が偏った時には強いわけかなと思います。で、効果としてはそんななんですけど、ロンギヌスより使いやすいのは DD クローですね。DD クローもファントムナイツと、あとは、なんだっけ、ガンドラ。どっちにも刺さる札でございます。意識するんだったら、その辺意識するんだったら DD クローすごくいいんですが、致命傷になるかっていうと、結構ね、ファントムナイツには致命傷になったりすることも多いんですけど、ガンドラは、まあでもガンドラもきついっすかね。ガンドラ目線だと、ですね、3種類墓地に、ガンドラ貯めないといけないんですけど、普通のガンドラいるじゃないですか。ガンドラはガンドラでも、関連カード見れるかな、これだね。破壊竜ガンドラの方。これってデッキ長に基本構築テンプレートは1枚なんで、こいつを DD クローで除外されちゃうと結構きつかったりします。2種類までしかたまんないので、ガンドラギガレイズの打点が上がらん、かつ墓地触れないっていうことになっちゃうかなと思います。なので DD クローの打ちどころとしては、破壊竜ガンドラに打つっていうのが一番いいですね。で、まあそれで結構対策もできるかな。うん。まあロンギヌスよりあれかもしれないけれども、まあ、長い目で見た時に、そのガンドラの除外のワンキルを耐えれるだったら、もしくは ガンドラにフィールド除外されてその後リソース返せるテーマなんだったら DD クロは強いです。でもね、ペンデュラムテーマとかでもうフィールドにあるカード全てですみたいな、このリソースを頑張って守っていきますみたいな、そういうデッキの DD クロは相性が悪いかもしれないです。あとハンド誘発で言うとクリボールですね。ここはですね、結局そのクリボールにすると、ガンドラの効果を全部通した上で、最後、ガンドラ一体のワンキルをクリボールでかわしていくっていう風な、そういう風なコンセプトです。クリボールなんだけど、手札誘発の中だったら多分ガンドラに対して一番いいのはクリボールかなと思います。ガンドラって守備力ゼロなんで、ライフ半分払った上に、ですね、ガンドラの効果
綺麗に取ってると、リソースあんまないんですよね、手札リソースが。で、墓地リソースもガンドラ自身の効果で、除外しちゃってるんであんまないんですよ。その状態で、クリボール食らっちゃうと、ガンドラが返すのね、結構きつなります。なんで、まあ、レビューニアとかも出せなくなるしね、そうなると。なので、まあ、ガンドラギガレイズを一回、攻撃とかやりたいこととか全部通してから、最後の最後で守って返すっていう、すごいカウンターのカードになります、クリボールは。まあ、ただ、ここのクリボールの部分を、入れれるテーマっていうのは、例えば、炎王とか、妖戦獣とか、まあ、あとガンドラ自体とかみたいに、まあ、フィールドにそんなにカードを展開しないデッキっていうのは、割とクリボールが強かったりします。ただ、フィールドのカード大事だよっていうテーマに対し、関しては、ちょっと微妙。そんなかなと思います。で、そういう風にフィールドのカード守りたいよっていうデッキとして、まあ一番結構丸いカードとして使われるのはデモンズチェーン。デモンズチェーンは、まあ、ガンドラが増えてきたらいいと思います。ガンドラの効果とかを全部無効にして、レビオニアもこれを止めれるっていうところも評価高いかなと思います。で、他のデッキにも別にそんなめっちゃ腐るわけじゃないし、いいんじゃないかなというふうに思います。ただ、ガンドラ側が対策で月の書とか入れてくると、ちょっとめんどくさくなってきます。で、というのが、ガンドラの効果発動って言ってから月の書チェーンとかってされちゃうと結構きついね。で、他で言うと、チェーンロスト。チェーンロストは、攻撃力1000以下のモンスターが、召喚、反転召喚、特殊召喚に成功した時に、そのモンスターをゲームから除外。さらに、除外したカードと同名の相手の、カードを手札、デッキから全て除外っていう、もうリソース全部消し飛ぶぜっていう風な、そういう風なカードですね。なんで、ギガレイズとか出てきたら、全部パーンって飛ばしちゃったら OK っていう風な、そんな感じのカードになります。ただ、これも、まあ、血の方が月の食らったとしても効果までは使われてないから、まあ、デモ中より強いかなと思います。で、他のところで言うと、転生の予言。お互いの墓地のカードを合計2枚までデッキに戻すっていう風なカードなんですよ。で、これをうまく使っていくと、3種類溜まってる状態で、効果発動っていうのは言いづらいかなと思います。なので、墓地に触っていくっていう風なパターンですね。ただ、1枚だけガンドラがあるっていう風な状況にはなるんですよ。なんでかっていうと、カード2枚を対象として、戻すなんですけど、そもそも3種類溜まってるんで、そこがですね、ちょっと厳しいところかなと思います。なんで、破壊されても大丈夫だよっていうデッキとしては、とは相性が良くて、例えばこのギガレイズの1種類やね。このカード以外のフィールドのカードすべて破壊。で、破壊に耐性があるテーマ。例えばそれは霊獣だったりだとか。の、転生の予言っていうのは強いかなと思います。ただこの破壊がそもそもしんどいっていうテーマは、ちょっと転生の予言はミスマッチかなと思います。で、あとはですね、狡猾。これね、何がいいかっていうと、結局2体モンスター並んだりとかしてる状況で、狡猾を打つことができると、相手のですね、場にいるガンドラも死ぬじゃないですか。本来だったら、ガンドラを、月の書とかした場合、もう一回おかわりガンドラできるよっていう時とかあるんですよね。で、その数字を潰せるのが狡猾。あとはエネコンとかもそうです。が、結構強かったりとかもします。で、あとは、木遁封印式ですね。まあ、エネコンちょっと書いてないんだけど。木遁封印式は、特定のデッキでめちゃくちゃ強いっていうやつで、これね、自分フィールドの地属性、表側表示のね、表側表示っていうのは大事なんですけど、そこをリリースしてですね、相手の墓地のカード2枚までを除外。これで、リソースを吐いていったら、まあ、そもそもガンドラ着地しても、効果使えませんよってことできたりします。ただ、地属性がいなかったりとか、地属性裏守備だったらダメなんで、まあでもガンドラ裏にしてこないか。まあ、入れれるデッキにはすごくいいんじゃないかなと思います。ただ、地属性だとクリフォーとか磁石だと思うんですけど、他のデッキ、墓地を使わないようなペンデュラムテーマとかに対してはその代わり弱くなるので、そこは注意が必要かなと思います。で、最後はローチですね。エクシーズ隊で行くと、ローチがめちゃくちゃ強くて、ローチで、相手のレビオニアも止まるし、ガンドラも止まるんですよ。めんどくさいのは破壊、アドバンス召喚してくる破壊竜ガンドラだけですね。で、その、まあ、ローチなんですけど、まあ、いかんせん後ろがないデッキのローチは結構やられます。普通に殴られて、エクシーズ隊とかに殴られてやられたりとかします。なので、ローチは、入れれるデッキは結構限られると思ってて、後ろが薄いデッキのローチっていうのは、別にガンドラ目線そんなに怖くないです。ただ、ミラーとか、まあでもそうだね、うん、あんま怖くないね。
結局そのローチ倒して次のターン1回耐えてそっからまた動いたらいいやっていう話だから、相手2枚使ってローチ立っちゃってるからアド的にはうんっていう気もします。まあそんな感じですかね。ただ後ろを2枚3枚置ける時のローチはめっちゃ強いので、そういうデッキ使う人はぜひぜひエクストラにローチ1枚入れておいたらいかがでしょうか。はい、では今回はですね、ファントムナイツの対策についてまとめてみました。まあ他にもね、こういうカードあるよとかっていうのがありましたらですね、コメント欄とかで共有していただきますと、皆さんの参考になるかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。では、今日の夕方ね、KC ファーストよろしくお願いいたします。バイバーイ。